ショーン・ポール・オントンは、オーストラリアの元サッカー選手、現サッカー指導者。選手時代のポジションは DF、キャンベラ生まれ。下部組織時代は、最終的に、FFA センター・オブ・エクセレンスに所属した。2006年末に1、FC ・ニュルンベルクのトライアルに参加したが、トライアルの最中に素刑部を負傷し、オーストラリアへの帰国を余儀なくされた。その後、 メルボルンビクトリー FC の練習に参加してから、再びと、FC シオンや NK マリボル、NK ベラクライナのトライアルに参加したものの、怪我が再発したために再び、オーストラリアに戻ることとなった。2007年6月に結局オーストラリアで、アデレードユナイテッド FC と、単年契約を結び、選手となった。2008年4月に入滑するユナイテッドジェッツ、FC に2年契約で移籍。 2010年夏に無所属となり、2011年1月に、大倉イ・キャノンズ FC に加入したが、半年で選手を引退した。U-20 代表時代には、アンジェ・ポステコグル監督の下で、AFC ユース選手権2006に首相として、参加していた。2013年、同郷のカズ・パタフタと共に、キャンベラに、オントン・パタフタフットボールアカデミーを設立。2014年に、 デンポ SC でアーサーパパス監督のアシスタントコーチに就任した。その後、エールコス・ハットリー監督のアシスタントコーチとして、2018年にノースイースト・ユナイテッド FC、2019年にケーラ・ラブラスターズ FC のアシスタントコーチを務めた。2020年にアンジェ・ポステコグルー監督率いる横浜 F ・マリノスのアシスタントコーチに就任した。父のポール・オントンは、 南アフリカ共和国生まれのサッカー選手、ありがとうございます。